仮想化、仮想化とは、コンピュータのリソースを抽象化することである。リソースの物理的特性を、そのリソースと相互作用するシステム、アプリケーション、エンドユーザーから隠蔽する技法。単一の物理リソース、サーバ OS、アプリケーション、補助記憶装置などを、複数の論理リソースに見せかけたり、複数の物理リソース、複数の補助記憶装置群やサーバ群を、 単一の論理理想に見せかけたりできるという実用的定義がある。また、単一の物理リソースを何らかの特性の異なる単一の論理リソースに見せかけることもできる。そして、仮想回線により幅が広がる。仮想化という用語の起源は古く、1960年代にはすでに広く使われていた。ネットワーク全体や、 個々の機能やコンポーネントなど、コンピューティングの様々な面に適用されてきた。仮想化技術に共通する目的は、カプセル化によって、技術的詳細を隠蔽することである。仮想化は、例えば、アクセスを多重化したり、異なる物理的位置にあるリソースを統合したり、制御システムを単純化したりすることで、根底にある実装を隠蔽した外部インターフェースを生成する。近年、 新たな仮想化基盤や仮想化技術が登場し、この円熟した概念が再び注目されるようになってきた。抽象化やオブジェクト思考などの用語と同様、仮想化という用語は様々な文脈で用いられる。本校ではこれを主に以下の2つに分類して解説する。もちろん、仮想化はコンピュータ以外でも重要な概念である。制御システムは 複雑な機器の仮想化されたインターフェースを実装したものとも言える。例えば、最近の自動車のアクセルは単にエンジンへの燃料流入量を増やすだけではない。フライバイワイヤーを使った航空機は物理的実装よりも単純化されたインターフェースを提供する。ビジネス構造の観点では仮想化とは従来型の事務所や店舗を構えたビジネスから インターネット上などでビジネスを行う方向に転換していくことを指す。仮想化と対極に位置する概念が透過性である。仮想化されたオブジェクトは物理的には存在しなくともアクセス可能である。逆に透過性のあるオブジェクトは物理的には存在しているが利用者にとっては不可視である。多くの仮想化の形態は利用者と提供者に関わるデザインパターンで パターン化可能である。利用者と提供者は何らかのインターフェースを使って、相互作用する。仮想化は、この両者の間に介在し、利用者に仮想化されたインターフェースを提供すると同時に、提供者にも別の形で仮想化されたインターフェースを提供する。一般に、利用者と提供者の関係は位置付いた、あるいは、多対位置、または多対差はであり、中間層。 仮想仮想だけがその多重性を意識している。理想的には仮想化されていない環境で直接やり取りしている利用者と提供者は仮想化された環境でも修正することなくそのまま機能するのが望ましい。例えば仮想記憶では物理アドレス空間と利用者の間に中間層、仮想記憶管理層が存在する。その中間層は複数の利用者をサポートするため 複数の仮想アドレス空間を提供する。利用者と提供者、物理メモリは一般にその多重性に気づく必要はない。1960年代に生まれた仮想化という用語はハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現された仮想機械の登場とともに使われるようになった。同時期にリソース仮想化である仮想記憶も登場している。 仮想機械という用語は IBM M44、44X という実験機で初めて使われている。それ以前に IBM CP-40 が仮想機械を実装しており、この時はスドマシーンズ、疑似機械と呼ばれていた。仮想化にしても、仮想機械にしても、その意味は時代とともに変化していった。プラットフォーム仮想化とは、ハードウェアプラットフォーム上で、 ホストプログラム、制御プログラムが疑似的なコンピュータ環境を生成し、ゲストソフトウェアに対して仮想機械を提供するものである。ゲストソフトウェアは、それ自体もオペレーティングシステムであるのが一般的で、あたかも独立したハードウェアプラットフォームにインストールされたかのように動作する。単一の物理マシン上で複数の仮想機械をシミュレート可能なことが多く、 仮想機械の個数はホストである。ハードウェアリソースによって制限される。ゲスト OS とホスト OS は一般に同一である。必要はない。ゲストシステムは特定の周辺機器、ハードディスクドライブやネットワークカードへのアクセスを必要とすることが多く、その場合その機器とゲストのインターフェースを提供する。必要がある。プラットフォーム仮想化の手法はいくつか存在する。以下に、 それらを列挙する。仮想化技術の進展によって、アプリケーション仮想化とアプリケーションストリーミングといった新たな技法が登場した。上述のプラットフォーム仮想化の概念から、補助記憶装置のボリューム、名前空間、ネットワークリソースといった特定のシステムリソースの仮想化が生まれた。以下に仮想化の応用例を列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。